皆さんこんにちは、あかつき投資顧問でございます。いつも YouTube ご視聴いただきましてありがとうございます。あかつき投資顧問の YouTube チャンネルスタートしたいと思います。今週は強かったですね皆さん。あかつき投資顧問への YouTube へのアクセスもかなりたくさんいただきました。あかつき投資顧問の YouTube チャンネルでは株式投資や日経人形先物オプション金融経済いろんな情報を毎日市況解説とともにお送りしている YouTube チャンネルでございます。5月の25日から新しい会員様も募集させていただきますので、ぜひですねよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録いいねボタンなどよろしくお願いいたします。はい、皆様日曜日いかがお過ごしでしょうか。私はですね、ちょうど長男坊の運動会が今終わりました。まあ子供たちのエネルギーって、いいですね。エネルギーいただきました、ありがとうございます。奥さんと話していたんですけれども、運動会って、結構地域によって違いますね。私の運動会は学校の運動会もあったけれども、町の運動会もありました。町の、北側、南側、東側、西側の先鋭たちがこう町内の1位を決める運動会っていう、町の運動会っていうのがあったんですけれどもね。奥さんはそういうことはなかったっておっしゃってました。鹿児島だけかもしれませんね。もしかしたら西側だけかもしれません。ぜひですね、教えていただきたいなと思います。さあ、まあ今週とてもそうですね、エネルギーという意味では、エネルギーさっき運動会でもらいましたけれども、日経平均株価、日本株にもエネルギーがすごかったですね。とにかく強かった。1週間で 5% 上がるというのは、類を見ない。非常にレアな1週間だったと思います。ちょうど2週間前は大型株指数が1997年ぶりの高値を更新して、その後に日経平均株価がキャッチアップするんじゃないかっていう予想をしたのが1週間前だ。で、実際に今週日経平均株価がバブル後の高値を更新した。じゃあ次は何が上がるんだ、そんな話。そして来週の投資戦略。そしてこの相場を作った株の空売り、これってどうなったの、そんな話もねやっていきたいと思います。ぜひ最後まで YouTube ご視聴いただければと思います。まあとにかく強かった。今週はこのチャートで説明がつきます。こちらドン、 LT 倍率の拡大です。日経平均株価割ることのトピックス、つまり日経平均株価とトピックスの割合ですね。これは NT 倍率と言います。これが NT 倍率めちゃめちゃ拡大してきました。ただまだ NT 倍率の高値はつけていないですね。15倍ぐらいまであるので、12倍台ですから今、日経平均株価を、こう、そういった目線で見ると、まだ日経平均株価は上がってもいいということになりますね。つまり、まあ日経平均株価が上がった1週間だった。コールオプションのロスカット、そしてデルタヘッジ、先物の買い戻し。非常にですね、日経平均株価がキャッチアップしてきたため、ですね。恩恵がないように感じる人も多いんじゃないかと思います。はい。小型株だったり、非プライム銘柄、プライム市場に上場していない株式は、バブル後の高値を日経平均株価は更新したが、なんとなく全然自分の持ち株上がっていないなと思っている人多いんじゃないかと思いますね。はい。実際にこちらのチャートを見ていただきたいですね。東証小型株指数、3月の高値をちょっとしか更新してないですもんね。はい。今週は。ちょっとしか更新してない。でも、こちらチャート見てください。じゃん。トピックス1000。これは高値更新してます。トピックス1000と東証小型株指数の違いっていうのは、トピックス1000はトピックスの小型株の中でも時価総額、そして流動性が高い銘柄を中心に構成されているよりすぐりの小型株、こちらは上がってますよね。上がってる。まあでもそれはしょうがない。今週はまあそういう相場だったと、まあ、認識するしかないかなと思ってますね。はい。そしてこの上昇を作った、原動力である株価指数、日経225先物に対しての空売り、どうなったんでしょうか。一つの需給は空っぽになってしまいました。その需給がこちら、ドン、最低改ざん。この最低改ざんは将来の売り圧力、これは増えてきました。1兆円程度。はい。そしてもう一つ、将来の買い戻し材料、将来の買い圧力である最低売り算は空っぽになってしまいました。皆さん、空っぽですね。以前は7000億円ぐらいあったこの最低売り算のこの巻き戻しは、まあ、今回の上昇で空っぽになってしまった。
じゃあ、そうですね、相場を作る原動力である売り、もうなくなったの？ということなんですけど、まだまだ実はあります。こちら、ダブルインバースの縦玉、ダブルインバースの日商金の信用買いと信用売りの比率ですね。これはむしろ増えている。この一週間でダブルインバースの縦玉は、実は、空っぽにはなってない。むしろ増えているかな。そして日経225先物の空売りは減ってました。こちらでございますね。一週間前、SBI 証券さんの空売りの枚数は10万枚だった。でも、7万枚ぐらいになっているので、日経225先物のミニの買い戻しが、こう、進んだ形かなと思いますね。はい。日経225先物の買い戻しは、まあ、徐々に進んできたということでございますね。はい。でも、それでもまだ、225先物は10万枚近い空売りがあるので、来週、そして再来週を考えると、下落したとしても、この買い戻しが進むので、買い圧力になっていくのかなっていうところは、はい、思いますね。はい。そして、まあ、これから上がる銘柄として、まあ、大穴として考えるのであれば、証券会社かなと思ってます。はい。先ほどですね、ブルームバーグの記事で配信されてましたけれども、過去類を見ないペースで証券口座の開設が進んでるらしいです。はい。もちろん日経平均株価が上がってる、株が上がってるっていうニュースもあるし、来年度から始まる新ニーサへの投資意欲っていうのが拡大してますよね。なので、証券会社だったり、このあたりが、まあ、おそらく盛り上がっていくんじゃないかと思ってますし、アベノミクス創世期の時って、証券セクターってむちゃくちゃ上がったんですよね。なので、証券セクターが上がるんじゃないかと思って見ていると、こちらチャート全然上がってないですね。上がってないからこそ、証券会社を監視しておいた方がいいんじゃないかと思いますね。はい。一週間で 5% 近い上昇で、証券会社の企業が上がっていないで遅れてるなと思ってますね。今、九州に半導体って相当集中してるじゃないですか。その熊本に本社を置いている平田機工っていう半導体の会社。これもね、監視した方がいいと思います。注目銘柄かなと思いますね。日経225は、まあ、天井というか、25日移動平均線乖離率、6% まで拡大しましたね。過去 6% ぐらいで、ある程度の天井をつけるんだが、買い相場の時って 10% まで拡大しているので、足元では、ちょっとした天井かもしれないけれども、どうだろうな。まだ、来週1週間はお休みするとしても、行くんじゃないかなと思っていますけど。はい。そして三つ目、今日のね、お話しする三つ目、日本の時代が来た、そんな話ですね。まあ、いわゆる日経平均株価は3万700円と2万5000円のレンジだったじゃないですか、この2年半。往来相場だった、レンジ相場だった。それが先週ですね、週足ベースでブレイクしたわけですよね。レンジをブレイクしたわけなので、まあ2年半に及ぶレンジ相場が終わったという前提でお話しすると、日本株投資への黄金時代が到達する可能性は、株価指数のチャートだけで判断するのもどうかと思うけれども、判断したいと思ってますね。まあ海外の半導体の企業のトップが一堂に集まって、会社のトップと国のトップが会談して、日本国内への直接投資を誘致して、政治トップによる企業誘致ですよね。まあこれだけ大企業が集まるのは、まあ日本という世界でも特殊な、過去80年間戦争どころか紛争を一つもしていない地政学メリットっていうのが、ようやく世界中で、まあコロナ禍を経て世界で認識されたのかなと思います。この地政学的なメリットですよ。戦争どころか紛争一つもしてない国ですから。はい。そしてこの平和の象徴、象徴ですね。まあ、ロシア戦争、ウクライナ戦争やってますけれども、この平和の象徴は、我々日本国民にとっては誇るべきだし、日本の発言力が増すチャンスだとも思ってます。でもそれはもう、やはり安倍元首相の丁寧に作った土壌があったから、であるだろうなっていうことを思ってます。岸田さんのね、ナイス外交もね、すごいと思いますけどね。はい。まあそういったところで時代の変化を感じますよ。貯蓄から投資へ、類を見ないペースで証券口座への開設が、相次いでる。そして新しいニーサね、もう拡大するし、まああとは労働力だけですよね。日本は、まあ敗戦国であるけれども、今の時代を生きている我々にとっては、新しい日本の立ち位置、
敗戦国ではない新しいリーダーシップを持つというですね、認識必要なんじゃないかなと思ってます。来週の投資戦略、まあズバリ言うと3回言いました。初押しは買いでいいと思います。初押し、おそらく来週初押しあるでしょうね。あると思います。初押しは買いでいいと思います。ただ、オプションに関してはコールオプションは3万4000とか3万3000とか、そのあたりもすごい高い位置でのコールオプションはピークアウトしたので売りから入った方がいいと思います。つまり G7 急騰相場は終わったと思います。これからもみ合いないしやじり上げ、そして初押しは買いという相場を想定するので、オプショントレードはそこまで盛り上がらないんじゃないかなと思ってますね。なので仮に下がったら、初押しが来たら株を買うべきだし、初めて押した時に何が上がるのかっていうところをね、チェックしたいところですね。初押しはコール買いで私は参加していきたいなと思います。ただ2つリスクオンのシナリオがあります。私の中では揉み合いないしはじり上げになるんじゃないかと思う反面、また急騰が来るかもしれないっていうリスクオンのシナリオが2つある。1つは解散総選挙相場、まあよく言われてますね。私も、3月ぐらいに YouTube を撮って解散総選挙あるんじゃないかって言ってました。 G7 が終わったら解散総選挙っぽい動き、あるいはニュースが出たら結構とんでもないことになりますよね。まだまだ上がると思います。選挙は買いなので。でもう一つが、来週から実はね、配当再投資の時期になるんですよ。しかも去年が配当金額が 7.8 兆円ぐらいだったけれども、今年はですね、大和証券によると 8.4 兆円ぐらい配当額になってるので、どれぐらいから配当金が支払われるかというと、5月の26日から払われるんで、支払われるんですよ。トヨタ。来週の金曜日で、のトヨタの配当金がで5000億円弱ぐらいなので、そこから配当金支払いが始まります。株式受給は、もしかしたら金曜日まで押したらそこが買いになるんじゃないかなと思ってますね。はい。まあ、パッシブファンドとか配当再投資が寄与するので、バリューファンド、あるいはバリュー株から配当金をもらって、また配当金をバリューファンド側バリュー株に再投資するっていう効果になりますので、バリュー株優位の展開になるんじゃないかなと、はい、思ってますね。まあ、毎年配当金増えてますから、毎年この配当再投資の動きっていうのが、より正の回転になってる。じゃないかなと思っております。はい。あとは、木曜日から5月の25日から新しい会員様を期間限定でございますけれども、暁投資顧問では募集させていただいております。オプション100コース、ビッグスプレッド、非常にいい成績となってます。ライトコースもいい成績になり始めました。そして、本田先生が提供している日本株特化の短期中期コース、こちらもですね、いい成績になってます。暁コースは毎朝、先物、オプション。何の株を買えばいいのか、ダブルブルの話してきましたね。そんな暁コースも、いよいよ5月の25日、募集させていただきますので、そうですね、お申し込み結構皆様からもうすでにいただいておりますけれども、募集させていただきたいと思います。さあ、来週の投資戦略、もう一言で言うなれば、初押しは買いということをお話しさせていただきました。そして日本の新時代が到来してほしい、そんな話。そして出遅れ株は証券会社なのではないか、そして熊本県に本社を構える平田機構、そして空売りは徐々にこう買い戻しされているって話、そして日経平均株価型の相場が終わっただけなので、恩恵がないように感じる人も多いけれども、これからだという話させていただきました。暁投資顧問 YouTube 毎日解説しておりますので、チャンネル登録やいいねボタンなどぜひよろしくお願いいたします。以上、暁投資顧問の YouTube チャンネルでございました。いいねボタン、チャンネル登録、メールマガジン登録、 LINE 登録などぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。